はあ、朝か、おはよう。たぬきちおはよう。なんか眠そうだね。うん、3月22日。そうだね。うん、ニュースなんかあると？お、やっと来てくれるふうたさん、待っとったよ。うん。生態系。はいはいはい。私も生態系気になる。ほう。あ、私が建てたテント？はーい。よい隅っこ暮らしを。ダメ、ダメ、それダメ。よい隅っこ暮らしってダメ。はい。というわけで、どうもどうも、小島です。今日もね、こちらダブスもやっていこうと思うんですが、お花ちょっと咲いとるね。やった。なんかね、すごくない？これ。見た感じ多分ね、前回の動画とだいぶ変わってると思うんですよ。まあまあまあ、いろんなものゲットしたんですけど、置く場所がなくて、このお外にドボドボ置いております。あ、ヤドカリゲットした。可愛くね、このヤドカリさん。ほらほら。洋服もね、置く場所なかったらここ置いとし、ここもね、ドバーってね。すごくない？めっちゃね、捕まえよった。お、木の枝。ふーたさんだっけ？ふうこさんだっけ？あ、普通のテントだね。家じゃないんだ。とりあえず入ってみっか。お、袋。だよね。袋でいいかな。もう一匹なんか、夜のすぐじゃなくて、水づく。なんかそんな感じのもおるもんね。どっちだろう。ふうただから袋かな。うん、はじめまして。いいね、そのほっぺた。かわいい。うん、ほう。ですよ。そうだよ。そうなんです。そうなんです。うん。あら、かわいいね。それ真似しよっかな。お、博物館を建ててくれるん？うん。こっちに持ってくればいいのね、今度は。了解。うん。あ、いいよいいよ。今めっちゃおるけん、私。うん。化石？へぇ。あるね、土地。へぇ、化石あるんだ。うん。ほほ？何？ほほ？あ、データ？何何？うわぁ、マジで最近のあれだね。そのケースいいな。うん。ブルってくるのびっくりするね、コントローラー。高飛び棒、スコップ。うん。はぁ、おっと？ですね。うん。15種類。うわぁ、15種類もおるかな。今、私、なんかめっちゃおるね。これ何？うぐい、アジ、鈴木。今、この辺全部見せよっか。あ、一匹ずつっぽい。じゃあ、もうドバってカットしよっかな。お、解説あんの？へぇ、解説あるのにちょっと聞いていこう。うん。そうなんだ。知らんかった。出世魚だって。地域によって違う。へぇ、うん。はい。まで鈴木と呼ばれたくないとか。ああ、大人とかそういうことね。鈴木じゃなくて。うん。私はまだ小島で、その後中島になって、最終的に大島になるって、で、さらに島になる予定です。はい。うん。いい感じに。へえ、こんな感じでやっていくんだね。これはちょっとどうしようかな。カットでいいかな。カットしよう。さすがに多すぎる。15は。はい。よし。まだまだ足りないけどどうしようかな。街、ここ外行けるらしいんですよね。お外どうしようかなっていうのもあるんですけど、もう一個あるんですよ、ちょっと。多分15種類以上あるよね、ここに。なんでこれはもうクリアすると思うんですよね。で、一つね、私、動画会でやってたんですけど、これ、マイルがですね、多分、
借金の5000マイル貯まると思うんですよ、これで。あ、貯まった。早っ。終わった。え、他にもね、いっぱいあるんだよ。ほら、5000超えたでしょ？これめっちゃある。ありすぎじゃな、私。どんだけやり込んだんだろう。だって、あの、フータが来ないからね、やることがなくてね。もういろいろしょったよ。ほら、食事とかもしょったもん。牙植えたりしょったもん。木もね、全然生えてくれないし。これも結構時間かかりますね。よし、これで最後かな。オッケー。で、DIY のレシピもドバッと増え。あ、スコップとこれがいいね。高飛び棒。これがあると、いいね。他増えてはないのかな？この二つが増えました。じゃあ早速ね、借金から返そうかな。よし。おい、タヌキ、金持ってきたぜ、タヌキ。あ、顔が見えない。ちょっと場所変えよう。顔が見えない。いつもこれ失敗しちゃうんですよ。間に合ってますよ。ちょっと待っとけ。これ、横に行けるので、ここで話しかける。よし。なんか、鼻と鼻がチュッてしそうだね。移住費用。そう、パッケージがね、余裕で溜まったんすよ。おい。マイタリー。当たってる。刺さってる。私刺さってる。うん。これで？うん。はい。何？うん。狭い。最低がない。いまいちかもかな。うん。我慢できん。ほんだ、我慢できん。へぇー、マイホームね。建ててくれるんだね、私が建てるんじゃなくて。あ、まあいい。うん。ローンを組むことができる。え、じゃあ建てようかな。なんか大きい家建てたいな。そうそう、何？ん？何それ？あー、なるほどね。マイルで交換できるようになったのね、ショップで。はい。で、どこで家建てれる？タヌキチに言えばいい？タヌキチ家建てて。マイホームの相談。うん。そうですよ。あ、ベルか。あ、マイルじゃなくてベルになりましたね。お金か。98,000。まあいいんじゃない？ 98,000 ぐらいは貯まるんじゃない？今私1万ぐらい持ってるし。うん。よろしく。これ多分また時間かかるでしょ。私だったら白かな？白あるかな？赤、ピンク、黄色、黒。青、水色、緑、紫。あ、ない。じゃあピンクかな？白がなかったか。じゃあピンクにします。うん。よろしく。どこに立つんだろう？たぬき参りの会員ランクも上がる。またスマホ？腹でとんなー。私とお揃いじゃん。ダイエットしよう。一緒に。うん。たぬきマイレージプラス。なんか新しいサービスが使えるようになりましたね。うん。へー。っていうことは今から本番みたいな感じな気がするな。やれることが増えた。急に。めっちゃ増えた。明日。あ、また明日か。はい。明日っすね。結構ね、かかるんですよ。で？お、これか。たぬきマイル交換っていうのがある。レシピがあるならいいな。旅行券。あ、これでなんかできるんだ。マイデザインプロエディター。何それ。なんだろう。普通に使える。3000マイル。道具好きにお気にリング。説明聞いてみっかな。あ、これか。なんかこれ買うといいよって聞いとったけど、これ買うか。あと、ポケットを広げる。ポケットを広げるのも売ってあるならいいけどね。レシピも一応あるっちゃあるんだね。お、ヘヨコローがある。うわーお。これマイル足りんべ。ポケット整頓は？あ、これだ。5000。あ、足りない。足りないんか。あとするとしたら、博士に12種類残りのやつを見せる必要がありますね。120ベルか。約10万ベル集めればいいんでしょ？今、もう3万ぐらいあるけん。まあ、1週間ぐらいで集まるんじゃない？よし。じゃあ今からね、この後ろにある私がいっぱい集めとるこいつらを博士に見せに行きますね。
よし。お、なんだ？タランチュラあげたらびっくりしたね、この子。ちょっと苦手。まあ、それは、え？クモ苦手なんかな？解説聞いてみる？あ、聞きますか。それでは、ごはん。お、真面目にやった。うん。え、そうなんだ。おとなしいんだ。めっちゃ襲ってきたけど。え、鳥を捕食する？あ、打鍵だ。打鍵袋嫌なんだね。おー、すげえ。この子いい子。あとでなんかご飯あげよう。よし、次、ムカデあげよう。へい、クモ苦手だったけど、ムカデはどうだ？うーい。やっぱムカデも嫌いなんだね。虫が嫌いなんかな？どうだろう。解説聞いてみる？解説聞いてみよう。あ、一緒だ。うん。お、真面目になった。100足で書くけど、100本もない。うん。ああ、普通に捕まえたわ。へえ。マジか。うん。気持ち悪いんだ。次はガ。ほい。お？どうもこの子は虫が嫌いみたいですね。解説もいいか。博物館で聞こう。嬉しそう。苦手って自分で言ってるから偉いね。でもごめん。残り虫しかいねえ。残り虫しかいないからね。ごめんなさいね。ヤドカリって虫かな？ヤドカリ最後あげよう。はい。虫か。ヤドカリ虫か。でしょ。でしょ。手続きよろしく。確かに初日で達成しましたね。皆さんの、いや、私です。私しか働いてないです。うん。申請。どんくらいかかるかな、時間。1日かかるんかな。聞いてみよう。うん。了解。じゃあ、あとはね、博物館を今から、あれなので、この島を渡っていこうと思います。とりあえず、スコップと、高飛び棒だっけ？それが必要。まずこれ。じゃーん。終わりと。こっちいいかな。こっちか。こうやってできるんだ。よし、オッケー。へい。来た。初めてのゾーン。あ、ここ離島なんだ。私の家ここに建てようかな。どうしようかな。こっちも行こう。へい。ん？高い。段差があるときはどうやって行くんだろう。あ、行けない。ここまでなんかな？地図的に、微妙だね。この先行けるんかな。で、みかんとかもいっぱいある。で、ここは釣れるんか。とりあえず見て回ろうかな、私の島。特に変わったもんはないかな。うん。お、池だ。なんか変な形しとるね。なんだろう。なんか熊さんみたいな。耳がある。お、貝殻だー。わーい。貝殻。お、なんかある。へえ、画面切り替えできないのはちょっと残念だね。よいしょと。で、これは何がいいだろう。まあ、どうせ、あ、どこでも、あ、サンドだらはいいや。いいや、あいつ安いし。これは車庫街、車庫街はいいや。よくわからんし。こっちにも行ける。あ、広っ。こんな広いの。あ、サンゴだ。へい。え、今私どこおる？結構いけるじゃん。ってことは、この段差を飛び越えることができれば、また新しい場所行けそうですね。これはサンドダラー。サンドダラーばっかりやん。サンドダラーばっかりやん。好きやね、サンドダラー。あー、いけない。この段差がいかん。はしごか階段かなんか、あればいけるんだ。へい。あれ。あー、ここあれか。波があるから、いけないっぽい。よし、こうやっていけばいい。お？なんか今、変な虫おらんかった？なんだろう、蜂かな？
で、こっちは、化石ってどうわかるんだろう？なんか光ってんのかな？とりあえず上から行くか。うぃー、うぃー。広。めっちゃ広。これちょっと広すぎじゃない？あ、いいね、いいね。ここになんか建てたい気がする。魚もおるね。これはまあ動画外で釣り行こうかな。あ、これ、なんだっけ。サヌダラ。サヌダラいらない。めっちゃおるじゃん、サヌダラ。お、なんかここにある。これ釣りできたいっすとか。うん、これは？車庫外。車庫外拾っとく。でも今拾っとくとね、荷物がね、ないからな。お、あ、これじゃない化石。なんかいっぱいあるわな。これかな？ちょっと化石。あ、来た、化石。捕まえた。簡単。わーい、化石捕まえた。なんかブルブルする。なんか、できたんかな？化石ね。これだ。あれ。あ、一個だけでいいんだね。300円か。次、5000円のやつが欲しいんですよ。ポケットの量増やせるやつ。今掘ったのがそこだから、これ穴って次の日治るんかな？はい。化石。え、もうポケットいっぱい？じゃあ貝殻いらん。もう一回埋めとくていいのがあったね。エビス貝。エビスが初耳ですね。じゃあ蝶々逃がそう。バイバーイ。とりあえずここまで掘りたいね。で、一旦、博士に預けに行こう。化石を掘り出しました。穴に埋めるっていうのがある。穴に埋めよう。よし、穴に埋めときた。よし、来たよ。化石持ってきた。ポケットの中入っとるよ。三つあるけんね。まず一つ目。なんだろう。うん。あん。何の化石？アンモナイト？判定。うん。うん。ほほう。ブラキオサウルスの胸。恐竜じゃん。うん。うん。あ、元カなのこれ。うん。なるほど。一応鑑定だけしとってもらおうかな。で、どっか置いときたいよね。家まだできてないしな。まず次これね。二つ目。と、あ、連続でできる。一つじゃないよ。うん。でしょ。天才って言って。うん、するよ、する。あれ？あれ、鑑定いました？あれ？明日は工事。え、じゃあ、明後日にできるんかな、博物館。ステゴサウルスの体。全部違う。左翼、胸。3種類全部違うじゃん。ちょっとこの辺に置いとくか。飾れたりする？あ、飾れた。へい。でかっ！こんなでかいん？場所取るね。博物館どのくらいのサイズなんだろう。はい。あー、左翼だけね、翼か。これは？体。体でかそうやね。おー。よし。ほんと、置く場所がないので適当に置いときます。で、またね、まだ行ってない場所があるので、そっち行こう。行くよー。ん？広すぎるんかな？ここじゃないとダメっぽいな。へい。で、何か来ても大丈夫なように、網を持っとくか。行けー。走るー。これ何がい？シャコガイいらない。シャコガイはもういらない。お、サンゴは高そう。これは？サンドダラ。サンドダラって何？シャコガイ。骨ガイ。あ、もう一個か。ん？この二つは1、2、3は掘ったもんね。これ掘ってないね。で、掘りまーす。ふい。化石。
ちょっと行きたい場所があるんですよ。まだ残ってるかな。なんじゃあいつ。え、なにこれ。これ遊びに来たってこと。え、みかんならあるよ。どうすればいいのこの子。え、どうすればいい。カモメか。袋に聞いたらわかるかな。ダメだ。ダメだ。あいつはもうダメだ。で、これ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 。これね。あいつなんだろう。よし。センベル。お、ベルを掘り出せるんだ。で、ちょっとこれはね、フォロワーさんがね、言ってたんですけど、ツイッターのね。これ穴に埋めることができるらしいんですよ。木になるんですよ。はい。まあ、それだけです。あ、ボトルがある。やった。ちょうどいいね、メッセージボトル。ちょっと開いてみよう。開けよう。僕の知らない君へ。昨日、島の中を散歩しながら DIY の材料を集めてたら素敵なレシピを思いついたんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。よかったら君も作ってみてね。職人のあちょっとより、あちょっと。バンジーの冠？あ、パンジーの冠ね。でもこの帽子ね、島民の人にもらったやつだからな。あんま捨てたくないよね。ずっと被っときたいよね、一応。おしゃべりしよう。たま。だってここめっちゃサポートしてくれるの。あー、そっち系。モンハン。あ、でも恐竜おるよ、恐竜。骨だけど。骨だけど恐竜おるけん。じゃあ、一貫この辺で終わりましょうかね。よーし、よし。どうしようかな。写真どこで撮ろうかな。できればここの辺で撮りたい。画面がね、移動できればね。猫、なんごこでしょっと。一緒に撮ろうって。どうしようと、ダメだ。にゃんこダメだ。あ、そういえばさっき変な形のやつあったよね、島。あそこで撮ろう。最後のお別れは、写真をちゃんと撮ってからね、終わる予定なんですよ。そう、サムネを考えるのも楽。これなんだろうね。こうすると、なんか猫っぽいよね、これ。真上から撮れるようにしたいな。はい。といったところで、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。